友達テレビご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。もうだいぶになりまして、日本人を語るはですね6回を数えまして、今日が7回目に突入しまして、まあ、やや、アドバンスコースに入りかけているということですけども、まだ先が長いんでありますが、まああんまり先を急がずにですね、小薙先生とお話を進めていきたいと思うんですが、まあいろいろ考えることありますね。私がまあ小学校中学校、まあそのあたりで歴史を学ぶ、日本史を学ぶって言ったらですね、だいたいせいぜい紀元後500年ぐらいからですね、古墳時代とか、まあ、そこら辺ちょっと学んで聖徳太子行ってっていうのがまあようやくなんですが、まあその後やっぱり私が小学校って言ったら1950年ぐらいですんでね、もう70年も経ってますので、まあ、それ以後のまあ日本史の研究も進んでおりますし、それから特にまあ縄文ですね、まあ、それの縄文時代 の, その研究の発展というのは非常に著しくて、まあ、僕らの時はむしろ弥生時代もよくわからないということで、まあ、というか弥生時代がすごく長くて、まあ、縄文ってあったのかなと、それからまあ旧石器時代、新石器時代なんていう時代はですね、少なくとも日本にはなかったような感じで捉えておりましたが、まあ、その後発掘なんか進みまして、今ではそうですね、大体妥当なところで3万5千年ぐらい前、もうちょっと前、旧石器になりますと12万年前、12万年前ですね、はい、旧石器の石も少し見つかってるんでしたかね。そうですね、はい、ですから、まあ、意外とですね、日本列島に人が昔から住んでいたと、まあ、いうようなこともあって大きくずれてきてますね、変化しています。それから大陸との影響という点でもですね、まあ、いろんな発掘、まあ、朝鮮半島の発掘なんかもあるし、それから最近では、まあ、稲とかそういったものは DNA 鑑定なんかも進んでおりまして、日本全体が大きく変化しております。それに基づいて、まあ、日本人というのを理解するためのまあ、歴史的な材料というのは極めて多くなっておりまして、それはこの前の1回から6回までのシリーズでですね、まあ、相当程度皆さんもご理解いただいたと思います。で、今日はそれに基づいてですね、まあ古事記の解釈から始めましてですね、まあ、古事記というのは書かれたのは7世紀ぐらいですかね、はい、ですけども比叡のアレっていう人がですね、まあ、口述で書いたものなんですが、それから、まあ、平安時代ぐらいまでいければいいかなと、これを第二セッションとしてですね、今日からだいたい5、6回でですね、進めていきたいというふうに思っております。まあ、ご覧の皆様の、まあ、もう、感想を見ますとですね、非常に深く理解をしておられますので、まあ、この機会に小薙先生のお話をじっくり聞いていただいて、自分が人生で考えていく日本人というのは一体どういうものだったろうかということを思いを馳せていただければと思います。それでは早速小薙先生にお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日は古事記の解釈から入るということで、はい、なんか岡田秀弘先生とか宮脇純子先生とか僕に親しい先生がですね、岡田先生はもうお亡くなりになりましたが、まあ、大変な歴史学としては日本の巨人の一人、まさに大巨人だと思いますね。大巨人ですね、はい、まあ、僕も岡田先生からずいぶんいろんなことを学びましたが、その岡田先生と宮脇先生、まあ、これはご夫婦ですからね、同じような研究をされてたわけですが、その解釈との関係をですね、まず小薙先生の方から説明をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、実は以前古事記のね、本を書きまして、はい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 、宮脇先生に、はい、先生僕古事記の本書いたんですよって言ったら、した先生が古事記は偽書だって言ったでしょって。先生厳しいですからね。いやそれはそうなんですけども、はいはい、再解釈をしていましたっていう、はいはいはい、まあ、そういうお話をさせていただいたんですが、まあ、古事記こそが真実の歴史であるとかいろんなことをおっしゃる方がおいでになるんですけれども、はい、歴史家としての立場っていうのもきちんと踏まえた上で我々考える必要があると思うんですね。で、これは岡田秀弘先生が、歴史とは何かという本の中に書かれて、はいはい、でこれを宮脇先生がもうたびたび引用されていることなんですけれども、はい、古事記というのは、実はあれは
大野安丸が比叡田のあれの口実に基づいて、はい、で、元明天皇に提出したと、はいはい、序文に書いてあるけれども、はい、あれは嘘だと、なるほどなるほどそんなことはありえないと、はあはあ、っていうことを、まあ、歴史学者としての立場から検証している。その、まあ、内容っていうのがここに、8項目でまとめてるんですけど、はいはい、まず1番目として、はい、日本書紀の天武天皇記に古事記作成命令のことが書かれていない。お、なるほど。書いてないじゃないかと。なるほど。で、実はあの日本書紀っていうのは我が国の正史になるんですよ、はあはあ、で、古事記は、まあ、特別正史っていう扱いは、はあはあ、これまでされてきていない。で、2つ目、大野安丸の墓誌、はい、あの偉い人っていうのは、はい、お墓のところに石を立て石板を置いて、そこにこうこの人生もこういう素晴らしいことをしてきた、これ全部書くわけですよね。で、大野安丸の人生の中で古事記の編纂と元明天皇への提出、はい、これほど大きな事件はなかったはずなのに、これが墓誌に書かれていない。なるほど、おかしいじゃないかと、はいはい、で3つ目、712年を扱う職に日本記、712年というのは古事記が提出されたというとされている、年なんですけれども、はい、この年を扱っている職日本記に、はい、古事記作成の記述がない。なるほど。ないよと。なるほど。正史に書かれない。なるほど。それはありえないだろうって話ですよね。はあはあ、それから後にできたとされる、はい、まあ、およそ10年後になりますけれども、はいはいはい、日本書紀に、はい、古事記を参照しているところがない、はいはい、で実はあの日本書紀は特に神話のところに関しては、はい、ある文に曰くとして、はい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 、いろんなあの違う本ではこういうふうに書いてますよってことをたくさん紹介してるんですね、はいはいはい、でそんなのもたくさん紹介してるんだったら、はいはい、その中に古事記の記述があったっておかしくないだろう、はいはいはい、ないんですよ、はいはい、おかしいじゃないかと、はいはい、それから、5つ目、733年に成立した出雲の国不動記の出雲神話は720年の日本書紀に採用されていない、はい、まあ、当然ですよね、はい、日本書紀が720年で、はい、出雲の国不動記は733年で、はいはいはい、13年後ですから、それが古事記には書いてあるじゃないかと。そうです、ね、あ、なるほどなるほど、おかしいだろうと。なるほど。ということは古事記の成立は733年以降、つまり出雲の国不動記の後に書かれた、はい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 、としか言いようがない、はいはい、つまり712年ではなくて733年、まあ、あの21年もさば読んでるという話ですね、はいはいはい、それから奈良時代のどの文書にも古事記の古事記への言及、はいはい、引用がされていない、はいはい、これもおかしいだろうと、はあはあ、815年完成の新聖小辞録にも古事記の引用がない、なるほど。延喜式、はい、927年で確定した応神天皇の宮戸領を古事記が書いている、はい、927年に出来上がったものがなぜか古事記に書かれている、はい、というすると古事記の成立は733年どころか、はいはい、もう10世紀の半ば以降じゃないか、なるほど、っていうことが要するに歴史家の立場で中身を検証していくと、どうやら古事記の成立は10世紀だと、はいはい、8世紀の初めじゃないよと、はいはい、いうことが言えるって、これはあの実は僕は、はい、あのもうこの岡田先生、宮脇先生のおっしゃるこれその通りだと思ってます。あーはーはー、はい、これはまあ一個一個が事実ならば別にそのこれはその新鮮しなんとか録に書いてないのが書いてないんだから、そう、はい、延喜式に書いてあるんだったら書いてあるんだから、はい、その古事記がですね、はい、それは別にこれ事実を1から7まで8まで書いたっていうだけですからね、はい、それは事実であれば事実ですからね、はい、そうです、はあ、だから古事記がいつ成立したとは関係ないけど一応事実は事実であるということですね。歴史家というのはこのこういう一つ一つの間違いないであろうと思われる事実を貫いて一本の糸につないでストーリー化するっていう、これが歴史家ですよね、はいはいはい、だから、まあ、このストーリーでいくならば古事記の成立は712年ではなくて、はい、まだあの950年以降になるであろうという話になってくるわけ で、はいはい、でそうすると古事記が要するに日本書紀よりも前に成立したとかって書かれてるっていうことは、はい、どうやらインチキじゃないかという話もなるわけですね、はいはいはい、でそういう意味では歴史家のとしての立場としてこの考え方、はいはい、つまり古事記は実際に書かれたのは10世紀になってからなんだという、はあ、これは僕もはこれ事実、これがまさに正しい歴史、はあはあ、事実であろうというふうに僕も思っています、はあはあ、ただ、はい、だからといって、はい、古事記の重要性が損なわれることにはならない、はあはあ、古事記に書かれている物語、あるいは古事記の記述そのものを、はい、
きちんと研究することに意味がないことにはならないというふうに思っています、なぜならばそれは古事記にもやっぱり書かれた目的があって、で古事記を書いた人も日本を壊してしまおうとかって、あの最近のどっかみんなでみたいな、そういうことではなくて、とにかく良い国になってもらいたい、子孫に幸せになってもらいたいと思う心から書かれたものであることは間違いないし、でまた同時に仮に10世紀に書かれたものであったとしても、今から1000年以上昔に書かれたもので、1000年間少なくとも生き延びてる、こんな書っていうのはすごいですよね、僕なんかも何冊か本出してますけど、果たして1000年後に僕の本が生きてるかって。科学者の本はだいたい30年って言われてますかどんな名著も科学の本は30年でもあの逆にその30年経っても、はい、未だに全くその変わらないんだったらば、もう後輩たちは何をやってるんだと、ああそうなりますねいう話ですよね。だからで古事記に関しては、実は友人がですね、古事記絵巻を書いて、これお伊勢様に奉納しようとしたんですね。で見本作ってお伊勢様を持ってったんです。でそうしたところ、そこでお伊勢様の神官の方に言われたことが、古事記は神の書だから一言一句間違えてはならないと、もうそれだけは絶対に守ってもらいたいと、いうことを言われたということで、絵巻ですから、絵巻に古事記 の漢字全部写写するわけで、まあ大変なご苦労だなと思いましたが、ただやっぱり神の書だから、だから一言一句間違えてはならない、それだけ大切なものとして扱う、この姿勢っていうのは、この姿勢もやっぱり大事なことだろうと、だから古事記が712年に書かれたのか、あるいは950年後に書かれたのか、それがどっちであるかという、これは歴史家としてはそこが重要かも分からないけれども、古事記を学ぶ我々の立場からすると、何年であったのかということよりも、そこに何が書かれているかということの方がはるかに大事だろうというふうに思うわけですね。2つほど質問があるんですが、1つは古事記の原本と称するものは残っていないのかと。残ってないです。残ってない、写本だけですね。写本だけですか、原本というのは残ってれば、その破片を取って、僕なんかだったら年代推定をしてですね、だいたいいつ頃にこの中に不純物があって、それの劣化状態とか、同位体でも分かりますが、それで決定したいなと思うんですけど、それはないということですね。ないですね。これは現代科学を1000年前の人はやっぱさすがに予想できなかったんでしょうね。我が国 の, 特徴として、古いものを常に書き直して新しくしていくっていう、これが文化だったんですね。だからもう、何百年が経っちゃいますと、甲羅からこう、蓋を開けて引っ張り出して、ページめくろうとした瞬間にもうボロボロボロと崩れてしまう。ボロボロになりますからね、だからそうなる前に中身を一言一句間違えないようにきちんと書写して、でこっちは処分する。日本の民家っていうのは昔から、そこの親父が死ねば焼くっていう文化がありまして、それはやっぱり衛生上の問題があったんですけど、ヨーロッパでは石の文化ですからね。だいたいイギリスでだいたい一般住宅の平均寿命と130年ぐらいなんです。そうですね。ところが日本は26年。これは日本がやっぱりこのカビがあるとか湿気てるとか、それから木と紙の文化だっていうことで、そういう今言われましたけど書き直していくっていうのがあるんでしょうね。もう一つはこの、僕は科学者なんでね、科学者というのはこういうふうにものを考えると、成立っていう言葉は何を言ってるかってことは、その一言一句書き残らないで現在の古事記が残ってる状態を成立というのか、それとも一番最初は全然違う古事記だったけど、それが書き直されて927年が最後になったということを、成立というのはどういうことを意味してるんですかね。ここは難しいところですね。途中途中に書き加えられて、で最終的に現在の姿になったのか、最初に大野安丸が天皇に提出したという時点で、一旦そこで成立をし、その後書き直しが行われていったのか、それは議論が分かれるところだと思います。なるほど。その比叡田荒さんがもうお年寄りなんで、大野安丸がですね、天皇陛下にちょっともうこの辺で不完全なものですが草稿を提出しておきますと言ったのが、実は612年ということもあり得る、712年ということもあり得る。ただもし天皇に提出をしたということであれば、
それはやっぱり大変な大きな出来事なので、はいはいはい、いや記録に必ず残っている。ああ、そうかそうか。ただそれが残っていないということは、実際には天皇に提出されていない。なるほど。元明天皇に提出されたという事実はなかったんではなかろうかという話も。まあ天皇に非公式で渡すってことはないと。天皇にお渡しするときは常に公式であると。であればですね。あ、はいはい、逆に非公式という考え方を取ると、うんうん、そうすると少なくとも序文のところで元明天皇に提出したというふうに書いてあるということは、この時代に例えばそれが10世紀であったとしても天皇の名を語って、ああそうか言ったらこれまさに大罪ですから。大罪ね。だからそれはやっぱり事実だったんではなかろうかという見方もできるわけですね。ああ、なるほどね、はい、なるほど。だからまあ大野安丸自身がそう書かれてる、はい、ってことですね。元明天皇に渡したというのはいうふうに序文に書いてある。序文に書いてある。それは大野安丸が書いたと思われる、はい、思われるっていうか、大野安丸っていうふうにちゃんと名前が入ってる。名前入ってる、はい、名前が入ってるんですが、ただ文体、まあ、学者の先生によっては文体が古事記の本文と全然違って、どちらかというと程度が低いと。なるほど、そう言ってる場合そういう先生もおいでになる。まあ、いろいろな説があるから、はい、歴史学者も仕事があるということですので、ですね、はい、分かりました。まあ、ただそういうだからといって古事記の値打ちが下がるとか、はい、そういうことは全くない。むしろ我々は古事記が我々に何を伝えようとしたのかということをしっかりと考える必要があるんじゃないかというのが、はい、まあ、基本的な姿勢だと思いますね。で、古事記の一番初めのところなんですけどね、雨土の初めの時に高間原になりませる神の名は雨の港の主の神、まあ、有名な雨の港の主の神ですね、はいはい、で次に高見結びの神、はい、次に神結びの神、はい、この三柱の神は、一人神となりまして、身に隠しましきなりというふうにまあこう書いてるわけです、はい、この赤い字が実は神様なんですね、はいはいはい、で最初の神様が雨の港主の神、高見結びの神、神結びの神で、次にクラゲナス漂える時、クラゲのようにこうウニャウニャウニャとこう漂ってる時に、足カビのように燃え上がるがごとく、なりませる神の名は馬氏足カビ彦氏の神と、で次に雨の床たちの神、この二柱の神様もまた一人神としてなりまして、身に隠しましきなりと、まあ、こういうふうな記述になってるわけです。で、まあ、有名なところで雨の港主の神っていうのは、まあ、天空のど真ん中、まあ、何もないところに、ボンと出現されたわけですから、これがまあ時空間の全てですよね。で全ての時空間を高見結び、高次元で結び、そして神様のように結んでいく、要するに結びによってあらゆるものが成り立ってきたって、なんかこう超ひも人形みたいな、そんなふうなイメージになるんですけども、まあ、大体この辺りまでは結構よくご存知の方多いと思うんです、うん、でその後にですね、世の中がクラゲのように漂っている中で足壁のごとく燃え上がるものがなりましたと、これが馬氏足壁彦氏の壁ですと。この辺りになってくると、この神様何なんだろうってよくわからないねというふうにおっしゃる方が結構出てくるんですよね。まあ、僕なんかはね、先生の本ね、なんか 2,3 年前に、はい、読んだら、あ、こういうのが出てきてね、これどうやって読むんだとよく読んでる人がいるだと、まあ、最初は2行ぐらいいいけど、あとも嫌だという感じですよ多くの人はそう思ったと思うんですよ。皆さん大体この神様のお名前で挫折しちゃうんですよね、はい、そうそうそう。でそれからもう はい、この後に山みたいに出てくるじゃないですか、はい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 、神様がずらーっとまあ実はそれはそれでまた別な意味があるということ で、はいはい、そうですね、本にさせていただいたんですけど、はいはいはい、この馬車足壁彦氏の神というのは、ここにね、この神様の名前は音って書いて声って読むんですけども、はい、これで声を用いる、あ、これです、ね、声を用いる、はい、この神様だから使われてる漢字には意味がありませんよと、つまり、はいはいはい、ただ音で、ね、そうです、はい、要するに馬氏足壁彦氏の神様ですよ。こういうのって多いですよね、音のために当ててるっていうのはね。そうです、だから例えば大和の国にしても、はいはい、我々は大和と書いて大和って読んだりしますけども、どっちでもいいとか言ってますよね、あれ大和という、はい、当てればいいんだからって。そうです、はあはあ、山の跡って書いて大和とも読んでるし、あ、なるほど、はい、いろんな書き方がありますね。つまりその大和言葉がまずあって、でその大和言葉で伝えたいメッセージに、メッセージと意味の近い漢字を、これはこの本まだひらがななかったのかな。まだな、少なくとも古事記は使っていないですね。古事記は使っていない、はい、うん、で、うん、馬車、まあ、古事記はこう書いてある、馬車足壁彦氏の神、日本書紀は馬氏足壁彦氏じじ、なるほど、の御事というふうに書いてます。ああ、なるほど、はい、でこの
まあ、使ってる感じじゃあまり意味がないですよというふうに言ってるので、はいはい、馬氏、足首、彦氏をそれぞれ見ていきますとね、はい、馬氏、美しくて一派、はい、足首、足首って実はですね、はい、これで足首なんですけども、あはははあの足の目、これ足の目ですか、目、おお、初めて見ましたね、僕。普通地面から新芽が出るときって双葉が出るじゃないですか、はい、そうそう。ところが足はこうやって、ね、まるで動物の牙のようなものが地面からむっと出てくるんです。その周りに葉っぱがあるんですね、はい、でものの 2,3 週間で2メートル3メートルでぶわーっと成長しちゃうんですよ、だからものすごく急激、もうまさにこれ生命力の塊ですよね。なるほど、日本が足の国であるというのはそういう意味もあったのか。そういう意味もあります。ああ、ね、面白いでしょ。なるほど。で足首ね、はい、足の芯、はい、ものすごい生命力の溢れた、はい、彦氏、はい、立派な男性、はいはい、まあじいさんですよね、はい、で神、はい、馬氏、足首、彦氏の神、はいはい、日本書紀は使ってる漢字がちょっと違いますけども、はい、馬氏、美しいかな、はい、足首は足首ですね、はいはい、彦氏は彦氏、はい、まあ大体同じですね、まあ、大体同じ、うん、つまり同じようなことを言ってるということはここで分かると思うんです、うんうん、でさらに日本書紀を見ていきますとね、まあ、さっき言いましたアルフミニ曰くっていうのがあって、本文ではこの時雨と土の中足首のことになりますは、すなわち神となりたまいては国の徒たち御事と申すということで、うん、国の徒たちの御事が出てくるための前提条件として足首というのが出てくるだけなんです、はい、ただしさっき言いましたアルフミニ曰く、つまり他の歴史書にはこんなことが書いてありますよっていうのを全部で6章紹介してまして、そのうちの3つ 1,2,3 と3つにこの馬氏、足首、彦氏の神が登場するわけですね。してる、うん、でこれ、はい、なかなか日本書紀は平等にというかそういうものの古書を一応引用しながら進めてると、はい、いうことですね、はい、ああまあ、非常に冷静というか冷静ですね、はいはいはい、ただし神話に関してだけですね、うん、ああなるほどなるほど、はい、いわゆる歴代天皇記になってきますと引用はないです。ああなるほど、まあ、神話というのはまあ昔の歴史ではありますからね、はい、歴史時代以前の歴史ですからね、そうです、神話はですね、はい、で国が違うと、うん、つまり国や地域が違ってると、うん、同じ神様に関する神話でも、はいはい、全然違って伝えられてる、あ全然違って伝えられた、うん、それは十分あり得ることで、それをちゃんと平等に扱おうとしてるということですね、うん、でこれをね見ていきますと、うん、要するに何を言ってるかというと、うん、その天と地がまだこうモヤモヤっとしてるような状態の中で、最初の神様が国の徒たちの御事、はいはい、もしくは国の祖たちの御事というふうに登場するんですが、その前に、ものすごく元気のあふれた、はいはいはい、元気いっぱいの生命力に満ちあふれた足首のような、うんうんうん、立派な、はい、神様がガッと来たと、まずね来たよと、はいはいはい、いうふうに言ってるってことは、その流れとしては同じであるってことですね。同じですね、でここにね、うん、まあ、これ、まあ、書いたものなんですけど、うん、ここに古代の人々の馬氏、足首、彦氏の神への思いが伺える。なるほど。それは我々の出発点というのは単に混沌とした天地、はいはいはい、雨土ということではなくて、そこに現れた、はつらつとして生気のあふれた元気いっぱいの若さにあると。なんかこの文章を見ると今の人にも聞かせたいぐらいでね、今のでしょ、政治家なんかね、あの都知事とかに、はい、最初の神様は決してしかめ面してないと、威張ってもいないと、気取ってもいないと、はい、おすましもしてないと、はい、若さとか活力があるとかね、こっちの方に来ると失敗したりへこんだり、それだけの卑屈にはならない、大体最初の時はそういったもんだと、それでそういったことを蹴飛ばしながら新しい日本を作ったんだと、まあ、こういう感じですね。そういうことです。おお、すごいですね。どんなに困ったことがあったとしても、困った時には原点に帰れって言うじゃないですか。そうです。その原点っていうのは若さあふれる元気いっぱいの姿なんだと。そうそうそう、今の日本はダメですね、あのコロナぐらいで怖がったりしてそうです、しかめ面でね、気取ってね、おすまししていて酒飲んじゃいけないとか、そう、もう営業自粛しろだとかね少しは日本書紀でも古事記でも読めと、はい、なるほど。だからその古事記とか日本書紀、まあ、古事記に関しては8世紀の初めに書かれたわけではなくて、はいはい、10世紀かもしれないということを申し上げましたけれども、でもそう、そこで批判してしまう、ああそんなもの偽物だからっていうふうにしてしまうんではなくて、少なくとも1000年以上生き残ってるというところに敬意を持って、で何が書いてあるのかをちゃんと読んでいくと、そうですね、ものすごいメッセージじゃないですか。そうですね、明るさとや活発さ、元気いっぱいのところが我々にとって、我々日本人の原点なんだよと。そうそうそう、
でしかも彦爺ですから、うん、馬氏足かび彦若旦那じゃないですから若旦那じゃん、爺でも明るいという明るいもう武田先生のために出てきたようないやいやいや本当そうなんですよね、はい、これがその我々の祖先が神様という存在を通じて後世の、うん、自分たちの子供、孫、はい、ひ孫、はい、ずっと続いていく後世の我々に残してくれたメッセージだと考えると、うん、まああの江戸の末期にヨーロッパ人がいっぱい日本に来て、はい、で武士はまあ難しい顔してるんですが、はい、農村に行きますとねもうみんな無邪気で漁村農村に行くと明るくてね、うん、はしゃいでね、はい、人生を楽しんでるとだからあるいは日本の文化というのはみんな生真面目だとかなんとか言ってるけどそっちが違ってて、この古事記とか日本書紀に書かれてたようなヘマもしますよとしかしまあ笑って人生を送ろうじゃないかというのが江戸時代の末期まで農村漁村には続いてたとも考えられますねまさに続いていたんだと思いますねえ、はい、元々の思想がここにあるわけです、ね、なるほどなるほどだから例えばあのみんなで集まって何かこう重要な会議をするじゃないですか、はいまあ、昔は寄り合いなんて言い方しましたけども、はいはいはい終わったら必ずやるのが直らいですよね、うん、そう直らい一杯やって、まあ、女性かなんかに踊ってもらってわーってやってやるというねまあ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 先生先生そうそうそう僕なんかすぐそれでダメになっちゃうんだけどまあいいやあなるほどね、はい、これは非常に貴重な文章ですねこれを日本訳あの現代訳したのは先生ですかこれ、はい、あーなるほど、うん、でそれだけじゃなくて、はい、でさらにこの創世の神々の後に、はい、男女神さっきあの、ここの文章のところで「あのはい、一人神」というね、はいはい、もともとあの神様っていうのは性別が基本的にはないでしょない、はいねで性別のない神様が上、はい、で性別のある神様はその下になりますああイザナミイザナギとか性別のある人ね、はいはい、天照大神とか、はい、それはまあずっと子孫後の方だった人間にかなり近くなって、はい、最初は性別さえなかったよなかったいうそんな考え方をしてるんですけども、はい、ここであの一人神っていうふうに言ってるんですが、うん、これ性別のない神様、はいはい、神であの性別のある神様というのは、はいはい、これあの、二人神っていうんですね、はあはあ、偶数の偶と書いてなるほど で要するに二人神偶数の偶という字を書いて二人神でこれで二人神二つで一つなんです二人で一つね、はい、なるほどだから夫婦っていうのは二人で一つだと、はいはい、なるほど離婚しちゃいけないってことですねあこんなこと言うとねこれにいる人がねスタッフが困るから言いませんけどなるほどなるほどでそこで登場するのがこのイザナミとあそうですねイザナミでこのあの二柱の神様は、はい創世の神々の命令を受けて諸々の御事を持ちて、はい、で、雨のぬぼこを授かりましてね、はいはいはい、で下の方の混沌としたところをこう、コロコロ振り回して、うん、で引っ張り上げたら矛の先端から滴り落ちた雫がたそれが島だと、はい、違ったかなそうですあの小野黒島になりましたというふうに書いてるで同じ話は古事記日本書紀両方にあるんですがなるほど日本書紀が面白いんですけども日本書紀はそのなぜイザナミとイザナミがこのコロコロとやったのかというその目的が書いてあるんですこれ古事記には書いてないんです日本書紀だけが書いてあるでそれが何かと言いますとねイザナギの御事イザナミの御事雨の浮き足上に立ち、うん、共に計りて曰くには、はい、そこの下には兄国泣けむ、はい、雨のぬぶくを回しては、はい、青海原の下を探れば矛の下から垂れる潮、うん、こりなりては島になる、うん、なお小野ごろの島というと、まあ、こういうふうに文章がついていくで、ここでね、うん、その共に計りて曰くにはそこの下には兄国泣けむ、うん、ここでですね、うん、こういう字を書いてるんですね兄国泣けむや、はいはいまあ、この前なんか兄の説明をされたそうですね、うんはい、要するにあの兄という漢字、まあ、若干復習になりますけども、はいはいはい、兄という漢字はこの学太鼓の象形文字ですよと、はいはいはい、で兄という漢字自体が喜びあふれる楽しい国という意味を持ってるその喜びあふれる楽しい国が山に豆、豆と書いて都と読みますから、うん、山都の国だというのが、まあ、あの先だったのねお話の中であったと思うんですけれども、うんうんまあ、そういうだから常に喜びを持っていこうで喜びのために何が必要かといえば原点にあるのは馬氏足利彦氏の神つまりもう底知れない
もう強烈なエネルギー、はいはい、そういうものが大事なんだよ、はいはい、そこを原点にして生きていこうよと、はいはい、だから我が国の最高神は天照大御神様になるんですよと、うん、なるほど、はい、そこ太陽を見てごらんなさいと、なるほど、そこ知れぬエネルギーがあるでしょ、はいはい、あれが我々にとっての原点ですよって、こういう話なんです。よく物理学をご存知でしたね、昔の人はね。太陽なくして我々が生きていくことはできないわけだからね、全てのエネルギーは太陽から与えられてるわけですから、はい、ああ天照大御神が女性であるっていうことは必然的ではないのかな、そうすると、うん、なるほど、まあ後でまたその時代に来たらお話を伺いましょう、ね、でそのこう根底に元気がある、はいはい、ということはその元気のある人たちは 国にとって大切な宝物になるわけですよね、はいはい、その元気いっぱいの、若さあふれる元気いっぱいの強烈なエネルギーが、要するに稲作をし、はい、お米を作り、なるほど、でそういう人たちが作ったお米だから、お米にも元気がある、元気がある、うん、その元気をいただくんだから、毎日ありがたいことでいただき、でだからいただきますと言ってご飯を食べる、なるほど、はい、それだけではなく人の上に立つものは必ずその元気いっぱいのみんなの意見をちゃんと聞かなければ政治にならないんだよって。でこれは何書いてあるかといったら十七条憲法に書いてあります。十七条憲法、うん、十七条憲法って言いますと、多くの方々が和を持って立っとした話と、隣だけどあれ最後までなかなかいいこと書いてあります。書いてあります、十七個ね、はい、現代訳もありますしね、はい、もうぜひ、まあ、もう皆さんにはちゃんと読んでいただきたいと思うんですけれども、はい、和を持って立っとした話、とにかく仲良くしなさいっていうことが十七条憲法なんだよっていう、かなり嘘がね、まかり通っちゃってる。なるほど。もう言いたいことがあっても我慢して、とにかく仲良くしなくちゃいけませんよと。ああ、そうかそうか。それはね、そっちの方になっちゃった。ああ、なるほどなるほど。それは違う。なるほど。ちゃんと読んでくれて言いたいです。はいはいはい、和を持てたとしてなし、はいはい、逆らうことなきを旨とせよ。はい、人皆たむらあり、はい、まあ、信じるものがあると、はい、また悟れるもの少なし、はい、ここをもって君は父に従わず、はい、また隣の里に従う。まあ、はい、要するに水争いとかね、しかれども神やわらぎ、はい、死も結びて、はい、ことをあげつらうにかなうとき、すなわち断りおのずから通ず、何事かなさざらん、ここであげつらうっていうこと書いてますけども、このあげつらうというね、これ、うん、論、うん、これは要するに今で言ったら議論ですよ、はい、そうですね、まずは議論しましょう、はい、これを受けて明治天皇が万機公論に決すべし、これですね、五箇条の御誓文、広く会議を起こし万機公論に決すべし、第一条ですから、これはまあ言えば五箇条の御誓文とはどっちかというと十七条憲法を受けてますからね、受けてます、はい、で上下心を一にして盛んに競輪を行うべしでしょ、そう、みんなで議論しましょうって書いてある、そうそう、で十七条憲法を見ると第一条だけじゃなくて第十七条、うんうん、それことは一人で定むべからず、はいはい、一人で決めちゃいけないよ、はいはい、必ずもろもろみんなと共によろしくあげつらうし、議論しなさい、生じ小さいことはね、うん、これは軽いから、はいはい、必ずしもみんなと議論する必要ないよと、どうでもいいよと、はい、ただし大事なことをあげつらう議論するときには、はいはい、もし過ちあることをお互い、ちょっとでも間違いがあっちゃうから、はいはい、故にもろもろと共に愛わきまうるとき、はい、言葉すなわち断りを得んと、ね、いい言葉ですよ ね、 そうですね、だからちゃんと仲良くしなさいじゃなくてちゃんと議論しましょう、やっぱり聖徳太子偉かったんですよ、はい、顔を上げて上げ面を上げるんですから、僕なんか陰気な人に痛めつけられる人生だったからなだって未だにだって、ね、突破力はあるんですけど僕ね、だけどヘマが多いもんですからね、いやいやいや、で、まあ、ってやられますか最近は意図的にねまあ、いやいやもうチャンネルそのものにこう、ちょこちょこ操作するとかね、ケチな人がいてね、なるほど、民主主義じゃないですかこの時代から、民主主義ですよ、ね、民主主義ってこれですからね、はい、まあ、前にもねお話ししましたけどこれですよ ね、 シラス統治、そうそう、はい、まあ、日本人だけが支配階層を持ってなかった、つまり民主主義だったっていうことですね。いやちょっと古事記の最初に深く入りましたけど、もうお時間もちょっと来たんでですね、はい、そろそろこの今でいいんですかね、これは切るのは、そうですね、あ、いいですか、はい、とにかく我が国の、神話の出発点というものは、はいはい、これは少なくともその、事実がどうだったかということ以上に何を子孫に伝えようとしたのかということを、そこをベースに見てみようと、でそうした時に我々の祖先が、うん、我々子孫ですよね、はいはい、一番伝えようとしたことは、はい、根本は元気だよ、明るくいけと、明るくいけと、ヘマはすぐ失敗って言えばいいと、まあ、そういうことですね、そうです、それはやがて十七条憲法に引き継がれ、
そして明治天皇のご家業のご専門に引き継がれていると。そうです、そういうことですね。だからあの 現代においてね、はい、そのまあ、民衆の目をくらまして、はい、どうも何かしでかしてるような人たちというのは大体おすまし、してなるほどなるほど、はい、政治家の皆さん、ぜひまず古事記からお読みになってですね、心を直していただきたいと思います。あなた方は日本人ではないということですからね。はい、じゃあまた次をですね楽しみにしたいと思います。はい、どうも失礼いたしました。はい、ありがとうございました。